な。でもあれだろう、やっぱり AKB 全グループの中で一番性格悪いだろう、はい、1位2位争ってる感じじゃないですか。だろ、誰かわかんないけど、それがそれが誰かマジトーンでする会話ですけどそれが誰かわかんないけど1位2位はまあ争ってると思いますね。拭えない。え、自分のどういうところが性格悪いと思うの？なんかちょっとハプニングあると嬉しいみたいな、ちょっとしたハプニングだったら、なんていうの、人の不幸はじゃないですけど、あ、ちょっとしたのはやっぱちょっとえって思っちゃう。噂とかも好きだし、ね、うん、基本的にやっぱりこう人に褒められたりすることを絶対信じないから。あ、そうですね、基本信じないです。信じないから猜疑心の中で生きてるからこう性格悪くなっちゃうんだよね。そうかもしれない、人のことを疑ってますもん常に。でも今言ってたそのね、さっきその本の付録のしおりが可愛いって、はい、そこに書いてあった言葉が人が嬉しいのが一番嬉しいって書いてあった。真逆のこと言ってるじゃないですか。どうなのこれ、ちょっと本当に、でも質問していいですか。どうぞ。本当に人が嬉しいのが一番嬉しいって書いてありますけど、あの自分の知ってる人が嬉しいのが一番嬉しいんですよ。だから例えば私お金とか給料も基本的に親にしか使わないし、自分のためにはまず使わないし、例えば HKT のメンバーに物買ったりするのも超好きだし、うん、そういう人の人がさしらが何かしたことで嬉しいのは嬉しいんです。それは自分が好きな人が嬉しいのが一番嬉しいのね。そうですそうです。で自分が好きじゃない人が嬉しいのはさほど、普通よかったなって思うぐらい。これってでもそれって普通なんのことじゃないの。あ、でも人よりも人にこの言葉の重みがものすごく薄まった感じがしない、それって。うん、いやでも普通に人が喜ぶことは昔から嬉しいです。その前フォトブックでも喋った時に、なんか人のお世話するのもともと好きだから、うん、普通の人よりは多分好きだと思います、それは本当。これがすごい、やっぱり